滋賀県道16号大津しばらき線は、滋賀県大津市から、甲賀市しばらき町に至る県道である。大津市新漁3丁目から、道、平野を経て、大戸川の河国に沿って、しばらき山地へ入り、甲賀市しばらき町北で、国道307号へ接続する路線である。通称、しばらき道とも呼ばれる。大津市新漁港店から、 瀬田南交点までの区間も含めこの路線として指定を受けているが、実質的な起点は重複区間から外れる瀬田西交点である。また、瀬田の唐橋は現在、滋賀県道2号大津の都川長浜線が通るが、かつてはこの路線が渡私橋していた。大津島木から甲賀市柏木町キスの区間は、約5000台、日の交通量があり、大型の路線バスも走る一方で、 福音が境外である。この区間は、オード川ダムの建設に伴う付け替え道路が設置される予定である。オード川ダムの建設見送りに伴い付け替え道路の建設も予算削減が検討されたが、コストを削減することを条件に継続することとなった。なお、この付け替え工事は区間によって施行者が、滋賀県と国土交通省に分かれている。撮影地点が、 大津しがらき線。中央の橋脚は、付け替え工事中の大津しがらき線。上部の橋梁は、新名新高速道路の、大宮取橋市が県道16号大津しがらき線。大津市城田上多上気流町にて、ありがとうございます。